まあ、それで2020年1月10日ですけども、なのでですね、その、まあ、異常なショービズですね、こういう浅草をベースにしたですね、まあ、それでですね、ルシー・ブラックマンさんの、ご家族の方とですね、あとリンゼイさんがどうして都心にいたのかって、そういう方々とですね、おそらくですね、私の家族がですね、もう正味60年間、ジャパニーズショービズから、まあ、ベトミンですよね、ルックスから言って、もうこれらの連中にですね、四六時中必要につきまとわれていたと。特にそのもう私も高齢なんですけれども、まあ、若かった時、これから結婚しようかという時にですね、そうなんですね、そういう必要に付きまとわれて、いまだにそういうことがあるので、他の方はどうしてるんだと、他のですねホワイトジャパニーズはどうしてるんだと思ったんですけれども、その異様な音楽家のですね、グループなんですけれども、ロンドンにまでついてきて、ロンドンにですね行った時もついてきて、頭おかしい発達障害の連中っていう。だからこのその靖国とですね、武道館インディエンバシーっていうのが TBS の、インディーズブームですね、 J-ROCKブームで、それはですね、おそらくですね、元からいたジャニーズのですね、ホワイトジャパニーズショーティーですけれども、淘汰しようと思って、まあ、イエローとブラウニーがですね、ロックブームを無理やり作って、それが偽造健康保険問題なんです。で、古くはですね、その、例えば叙勲のですね、皇族の賞を狙う、私のその、祖父はですね、祖父の兄はですね、まあ、祖父もですね、リャオトン半島で大戦中に、戦って軍医としてですけれども、負傷者をまあ、ドクターですから当然なんですけれども、まあ、国のためにそういう戦ったと。で、それをですね、こういうろくでもないショーティーのですね、まあ、アグリカルチャーって私呼んでますけれども、 J-ROCKとかですねショーティーですね、イエロー、ブラウニーのとんでもない連中だと、どれだけ迷惑してんだと。で、それはおそらくですね、自分たちが醜いと、醜いルックスをしてると、アグリなルックスだとショーティーですね、で、顔も見れたもんじゃないと、イエロー、ブラウニーで、こちら何やってんだと、こちら池袋西部もですね、池袋東部もそうでしたね、楽しんでそういうこと、中野丸井ですとか、まあ、白川由美とかいましたけど、稲川淳二とかですね、こいつらは平日何やってんだと、昼間から連日ですね、それでその、都心でですね、ルーシーさんのお父様を見た時にはですね、こいつらがやってるんだなと、ジャップ勝負ですよね、アグリーなですね、だからまあ警察がですね、ピエール滝どころじゃなくてですね、どういう背景で2人の女性がショーティーにですね、イエローとブラウニーに拉致されて、軟禁されて、そういう裁判でですね、もう終わったことにしてるのかっていう、ことですね。で、彼らはですね、その、まあ、移民っていうのはミャンマー人とかですね、タイランダーとか、インドネシアンとかですね、まあ、J-ROCKブームを作ったサブウェイサリンの前後ですけれども、 TBS がオウム真理教とですね、信者と裏で組んでいたって、 TBS の記者がですね、関係者がって、制作会社がって、で、ような凄惨な地下鉄サリンの現場に私も居合わせましたけれども、ほとんどの方が、まあ、ホワイトジャパニーズとホワイトアメリカンと、まあ、異様な状態でしたね。なので、まあ、朝日新聞の広告もですね、何だったのか、で、それはあれはテロですから、その後ですね、混沌とした世紀末を迎えることになってですね、それで2000年にルーシーさんが、ルーシー・ブラックマンさんが、拉致をされるっていう、勢いづいていたですね、その J-ROCKブームの
TBS のですねカウントダウン TV とか、サブウェイサリンの後にですねさらに加速してあの、リンジーさん事件を起こすわけですけれども、まだやってるんですね。あの正味その1958年代後半からですね偽造憲法問題で、歌手の石原裕次郎がですねシンガーのですねこちらで東京オリンピックの時に、有楽町とかですね、まあ、その一派がまだやってるっていう。でそれはですね星のコーヒーチェーン店のですね星のコーヒーとかベトミンコリアンチェーン店ですけれども、まあ、スターバックスがほとんど人気なんですけども、あまり人気のないあの星のコーヒーチェーン店がですね、一斉にそのオープンしたっていうのはそうした収入源ですね。なぜその、そうしたですね J-ROCKのスタッフとかですねの方々が被害者 の, あのルシー・ブラックマンさん の, あのご家族と一緒にいたのか。あリンゼーさんの件はですね地震の2年後に千葉地裁で第2審まで終わりましたけれども、なぜその決心したはずのですね2審ですけれども都心でですね J-ROCK バンドと、まあ、あのフジテレビのお笑いグループコメディアングループですよね、ビートたけしとかですねあのグループと一緒にいるのかと、なんですけども、それをですね2013年から、15年に、ツイッターにアップしたらことごとく回線を切られまして、あのような船橋放火大放火とですね、名古屋同時放火っていうあの明治大学のですね明治ユニバーシティのですね、ダックハイジャックと成田コンフリクト以来のですねもう四半世紀そういう状態が日本で続いている状態なんです。だからこいつはその J-ROCK ブームっていうのはあの例えばですねあのビートルズのコピーバンドがですね、まあ、地下鉄サリン前後にあの名声を落とそうとしてですねイギリスのバンドロンドンのとかのあのニューヨークのですね、まああの真似事をして、その地下鉄サリン前後にですね大ヒットさせて、そしてまだその、 あのテレビ関係の方と TBS 富士とか、テレビ朝日とかとですねまだそういうことをやっているっていう、なのであのピエールだけが逮捕されましたけど電気グループのですね MPD にあのコカインで逮捕されましたけれどもまだまだ山ほどですねあの千葉東京がですね、そういう状態になっている。でそれはですねその2017年にですねイギリス人男性があの明田駅前で、あとあのインド人女性がですね、細菌に感染させられた状態ですね晒し物にされるかのように防犯カメラに映るようにですね、テレビ関係者が多いあの中ですね、マクドナルドで朝から並ばされていたという衝撃的な事実なんですけれども、何かそのことについてね全く知らないわけではないっていう、それはその興行師だったりなんてしますけど、まあどうしようもない連中だなと、特にですねあのグレーのなんとかっていうボーカルですね、中野の、ロイヤルホストっていうファミリーレストランフランチャイズのですねでも見かけましたけどこいつら何やってんだと。で結局私中野の自宅を売ることになったんですけれども、その後すぐにですね、全部荷物を置いてそのままあの売却したんですけれども、だから嫌なんです、あのそういうその、フォーモさんとかですね、あのだからこの男性もですねたまたま行徳駅であのリンゼーさんの件ので星のコーヒー店がオープンしてベトミン系のですねジャパニーズロックのですね J-ROCK の母体になっているベトミン系がですねオープンしたので、まああのどういう方々が、あのということをこうカメラに収めようとしたらですねたまたまこう男性のまあ、あの映像が撮れたのでおあの犯罪に巻き込まれてないかと。それだけですねあの必要なその私の家族はですね言うにその60年代からなので、もうかれこれ50年ですねジャップショーフィスにですねミュージシャンとかそのアクターとかですねほとんどがベドミンなんですけれども、こちらの方ですね、なので他 の, あのホワイトジャパニーズもですねほとんどの方があの結婚もしてなければ産んでもいないっていう、私 の, あの家系も全員女系は産んでないんですね、もう50代以上でですね、なのでそういうことがいまだにあの静かなテロが起こっているってことなんですよ。だからあのピエール・タキーがあの逮捕されましたけれどもコカインでですね、その後なんかそのテレビ館同士のですね、
制作会社同士のがあのそういう暴力沙汰が、船橋にまたがってあったようなんですけど、その件についても報道されていないので、おそらくですね今もですね、何かそのうちらでもあの揉め事があってですね、音楽業界みたいな俳優とかですね、で千葉の方で何かその、繰り返されてる、そういうことは電車の中でですね皆さん普通 の会社員の方とかですね噂してらっしゃるんですけれども、何分ですねあのこうしたそのファッションっていうのはですね、彼らだけがですねその16っていうのがですね、あのルーツがこちらの方なんですね。やっぱりミャンマーとかですね、あの歴史の1ページの通りで、あのナポレオン時代の、ベトミンとですねミャンマーとですねタイランドの族ってありますけど、この方々がほとんどで、フィリピン人の方はですねむしろあの英語ができるので使われてしまっている、奴隷のように使われてしまっているって状態ですね。女性もあの数ヶ月前にガザアップしましたけれども、フィリピン人の女性もですね、あの偽造健康保険証を持たされて歯を抜かれて、あの夜歩けとやれたりですね、インド人女性もですね、まあ、犯罪者になるためにその街を歩けというようなこともあのされていて、最近に感染させられたりですね、でそういうことをやってるのが、浅草ショービズ由来のですね、ベトミンコリアンアクターとかですね、歌舞伎とかですね、TBS 関係ですね、富士とか。だからその日本のテレビだけがこのトライアングルマップからあのイレギュラーにですね、いまだにそのテロを繰り返しているというのが明治レボリューションで、明治ユニバーシティ、そしてあの成田コンフリクトでダッカージャック。